はい、ティームイルミネーションファンタジーです。2022年もね、あと数時間で終わろうとしております。皆様どのような年だったでしょうか。私はですね、相変わらず自律神経失調症のところがあってですね、ちょっと体調がアップダウンするような年でした。まあ今年はカメラ活動においてはね、転換期ありまして、野鳥撮影をね始めるようになりました。まあ野鳥撮影することでね、結構歩き回ることが多くなったので、体力的なものに関してはだいぶついてきたんじゃないかなと思います。まあそうしていく中で、何がね体調悪い原因なのかなっていうのもなんとなくね、今年はなんかつかめたかなっていうところなんで、来年はねそこをちょっと注力して、直していけたらいいかなと思います。まあ動画の方に関してはね、総視聴回数はね4万6000回ほどになりました。まあ1日で言えばね、100回弱ぐらいなんで、まあ約ね登録者数1020人なんで、約 10% ぐらいはね日々コンスタントに見ていただけたのかなっていうコンテンツにはなりました。まあなかなかね、有名な方とかいるんでね、張り合っても勝てないなっていうところがあるんで、まあ数出すことでね、ちょっと見ていただけたらなとは思っております。一応ね日々としては、動画1000本上げることでね、動画1本あたり1視聴で1日1000回、まあ1ヶ月で3万回っていうようなね、感じにしていこうかなとは思ってますけど、まあうまくいくかはわからないですけどね、まあそんな感じに思ってるんで、ちょっと動画をねどんどん出せたらいいかなと思っております。今年もねいろいろありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。では良いお年を。